こんにちは。ダイアログデザイナーの島津亮太です。ダイアログデザイナーとは、ダイアログ、対話、デザイナー、デザインする人、つまり対話をデザインする人という意味です。今日は人に読まれる文章とはについてお話したいと思います。普段文章を書く仕事をしていると、よく人からね、どうやったらたくさんの人に読んでもらえるでしょうか、そういうような質問を受けることが多くて、で、世の中には、ブログのサービスだったりとか、いろんなところで文章を書いている人がいます。書いてるんですけど、なかなか人に読んでもらえない、そういうことってよくあると思うんですよ。で、その時に僕がお答えしているのは、視点をたくさん入れること。視点っていうのは、ものの見方ですね。見る人の立場ですね。例えば基本的には文章を書く時っていうのは、自分自身の視点からしか見てないと思うんですよ。で、これが仕事に移すとよくわかるんですけども、例えば、文章を書いてくださいというような依頼が来た時に、あるいはライティングの仕事、こういうテーマで、このような文章にまとめてほしいっていう依頼が届いた時にですね、自分なりの解釈で、自分だけが伝えたいように、自分が言いたいように表現したいように、形を作っても、それなんか独りよがりになっちゃうんですね。まず、相手、クライアントさんですね、こうお仕事をくださった方の視点っていうのも自分の中に取り入れなくちゃいけない。書いたもの、成果物をクライアントさんが、これでいこうっていうふうに受け入れてくれなかったら、仕事としては成立しないわけですから、クライアントさんが考えていること、どういうビジョンで、どういうような表現形で世の中に打ち出していきたいかっていうところをしっかりとヒアリングする必要がありますよね。で、自分の中に自分の視点とクライアントさんの視点を取り入れる。これでまず2つの視点が入りますよね。それだけで全然文章って変わってくるんですよ。で、一番いいのは、自分も納得して、クライアントさんも納得して、それを世の中にリリースします。リリースした時に世の中の人が喜んでくれるようなものが、一番ハッピーじゃないですか。だから、その最初のこう観点としては、自分の視点、クライアントさんの視点、それから世の中の視点、この3つを入れるんですね。この3つ、三方よし、全員がハッピーになるような形は何なのかっていうのを考えて文章を書いていくと、今までこう自分がいいと思うものを書いていただけじゃなくて、違う発想になってきます。表現も変わってくるし、選ぶ言葉も変わってくるし、構成も変わってくる。どうやったら飽きられずに読んでもらえるだろうかとか、どういった文面で、読者の心を引きつけようとか、例えば商品を PR するならば、その商品がより魅力的になるように、どういう角度から表現していこうかな、なんていうことをいろいろ考えるようになるんですね。だから大事なのは、複数の視点を自分の中に取り入れるということです。これはとても対話的ですよね。相手の言葉を受け入れる、相手の気持ちを想像する、相手の視点というのを自分の中に入れ、受け入れてから自分が発信していく、そういうふうにしてコミュニケーションというのを蓄積していくっていう、構築していくという、そういうね、ふうにお答えしています。難しいんですけども、でも一つ一つ、それをこう工夫していくことによって、今回は、誰かのことをイメージして、誰かがこう喜んでくれるような、具体的でもいいんですよ。例えば自分のパートナーだったり、友人だったり、ある特定の人を想像しながら、この人に読ませよう、読んでもらおう、この人が納得してもらえるように、文章を作っていこうっていうことを続けていくと、だんだんそれがね、こう感覚として、身についてきます。で、文章を読んでもらうとね、やっぱり嬉しいんですよ。読んでくれる人が多い方が嬉しいし、多分このスタンド FM でも聞いてくださっている方が増えた方がもちろん嬉しいですよね。嬉しくなると、もっと表現したいな、言葉を書きたいな、文章を書きたいなとか、何か話したいな、魅力的なことを話したいなっていう風になっていくと思いますので、どん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 こう磨かれていくと思います。はい、
それではまた明日も言葉や対話について何かお話したいと思います。今日もありがとうございました。